みんなにとって苦しい時に寄り添ってくれる人ってどんな人？やっぱ面白いな。あ、ごめん。今俺が見てたのはシバナンと一緒なんだけど、知ってるかな？今中高生を筆頭に絶大な人気を誇っている大人気夫婦 YouTuber なんだ。もともと個人で人気を誇っていた2人が結ばれた理由、今も笑いの絶えない家庭を築けている理由を少しでもたくさんの人に届けたい。今回はそんな YouTube 界を牽引する2人についてお話ししていくね。はじめに夫である柴優から。本名は柴田悠介。彼は1993年12月30日愛知県で誕生。大人気6人組 YouTuber 東海オンエアのメンバーの一人。男子高校生のようなノリが多くの人を引きつけ、 YouTube の登録者数は540万人を超えている。ヒカキンやフィッシャーズに並ぶ人気ぶりで、最近ではテレビ出演もしているんだ。知っている人も多いんじゃないかな。その中でも柴優は主砲と評され、破天荒さで多くの人を魅了している。俺も彼に魅了されて、今では東海オンエアの大ファンだよ。そして妻である綾南。本名は柴田綾菜。1993年6月19日に埼玉県で誕生。元ツイキャスのキャス主で女王と呼ばれるほどの人気を誇り、テレビ出演も果たしている。聞いたことある人も多いんじゃない？ Twitter のフォロワーは100万人を超えており、今なお多くの人から注目を集めている。そんな2人の出会いは最悪だったんだ。2人が出会ったきっかけを作ったのは東海オンエアのメンバー哲也だ。もともと哲也は綾南のキャスを聞き高く評価していた。そこから話をするようになり、ある日仕事に行き詰まり、辞めようと悩んでいた綾南を気晴らしにと岡崎に誘った。哲也と綾南のところに東海オンエアのメンバーが集合。ここで初めて2人は出会った。あの時の感想を、下品なことでしか女の子を喜ばせられない男。ネットと顔が全然違う、ブサイク。と思ったんだって。この時は今のような未来が待っているなんて想像もできなかっただろうな。そんな2人が仲良くなるのに時間はかからなかった。旅行中に一気に距離を詰めた2人は連絡先を交換し、親切にしてくれてありがとう、柴優に癒されました。綾南が可愛くて仕方ありませんでした。綾南に恋しちゃったかもしれない。実はこの時、柴優には付き合っている彼女がいたんだ。それでも好きになってしまうほど強く綾南に惹かれていたんだね。その後2人は友人たちとスノボ旅行に出かけた。楽しく旅行していたんだけど、実はこの日の朝、柴優にとって母親代わりだった祖母が亡くなっていたんだ。今日だけは忘れようと決めていたけど、柴優の様子がおかしいと感じ取った綾南は理由を聞き寄り添ってくれた。二人とも、この日が全てを決めた。あの時、愛の意味を知った。と語っているほど、二人の人生で重要な日だったんだな。その後、シバナンは彼女と別れ、二人は正式に付き合い始めた。ネットから飛んでくる様々な意見、批判、噂を乗り越え、2016年10月、二人は夫婦になった。この時、アヤナンのお腹の中には新しい命を授かっていた。そして2017年、ボンスの愛称で親しまれる男の子が誕生。現在2人は第2子を授かり、素敵な家庭を築いている。現在2人の YouTube は登録者数125万人を超えている。ただ面白いだけじゃなく、喧嘩に妊娠、出産、育児中の本音などを包み隠さず、飾らない様子が多くの人を虜にしているのかもな。だけど、ネットからは年が若いこと、2人が YouTube を通して破天荒なイメージがついていることなどから、ちゃんと子育てできてるの？子供が心配。と厳しい声も飛んだ。あやなんが元保育士であること、何よりいつも笑い合っているシバナンファミリーでボンスはすくすく育っている。あやなんが仕事を辞めたかった時、彼女を笑顔にし癒していた柴優。柴優が大切な人を亡くし、落ち込んでいる時に隣で寄り添ったあやなん。二人はきっと何回もどちらかが立ち止まってしまいそうな時、手を差し伸べ手を取り合ってここまで来たんだな。シバナンと一生を見た後はなぜか温かい気持ちになるんだ。どんな時も寄り添い助け合える人か。まさに2人は理想の夫婦像だよね。俺も結婚したくなってきた。で、まずは彼女を作らないと。いや、自分磨きだな。俺もいつか周りから憧れられる家庭を築きたいから。